今日は昨日からね、サヤンと一緒の同部屋なので、そうです、サヤンも一緒に配信しております。イエーイイエーイ、あわあはありがとう珍しいね、珍しいです。え、初めてなったんよ。え、あれですよね、二期生が。いや、そう、二期生も同じ、サヤンとも初めてのお部屋になりまして。そう、初めてです。そう、もうずっと一期生の誰かとなってたから、うん、あ、でも沖さんと一緒になったことあるけどそれもなんかちょっとそう、うん、実はあれ気になるな、うん、そう、でも本当にねずっとなってなかったからね、うん、初めての二期生ちゃんとお部屋になります。初二期生です。初二期生です。二期生 NG ではなかったですよね。 NG じゃない、ようやく解除した、ね、ようやく解除面白い、勝手に決められるんだよ勝手に決められるんだけど面白すぎ。基本的には同期じゃない、うん、みんな多分だけど、うん、そうですね、基本的に同室になるのは私ももちゃんが多いですね。あ、そうなんだ、うん、確かにイメージある、うん、そうそうそう、ごめん、止まってるかと思ったらめっちゃ動いてた、ごめんさっきのやつだ。最近なんかいろんなメンバーこう、なんかなんだろう、ごちゃ混ぜになっとるイメージが。そうなんじゃん、うん、もうミーヒンとしかならん人生なんかと思うから。ミーヒン、ミーヒンとね、もう同棲しとる気持ちだから確かに。あ、頑張ったわ、ありがとうございます。釣りけんさん、ありがとう、ありがとう。今日は朝の中継をいただいて、その時は外羽だったんですけど、かわいい、嬉しい。その後、サイヤンの今日髪型の遍歴を知りたい、うん、まず2つ結び、巻き2つ結びして、うんうん、で、その次に三つ編みツインして、うん、かわいいよね。で、これです、全部結んだ。本当だ、サイドポニーみたいな。そうです、メイクさんがなんか結ばなくていいのってすごいなんか結ぶをご利用されたの。そうそう、ご利用しで今日はやばいよって暑かったね、本当に暑かった、ありがとうございます。ほんとひなさんは、ひなも今日は、うんうん、まず外跳ね、外跳ね、おっ記憶が、外羽さんだ、外羽、外羽、外羽2、そしてまとめる、おお、あ、見た、見ました、見ました、見た、編み編み、まとめてた、リボンボンみたいな、うん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 、後ろにそう、ピンクリボンボン、やっぱひなさんとね、リボンはね、すごい似合うんですよね。嬉しい、ふわふわ、いや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 、あ、つけてひなさんの MC がてんてんてんって今日ね、ずっと曲紹介をする人だったんだけど、あー、それから、私そう、もうずっと曲紹介する人だったんだけどもう本当に曲がね、こんがらがっちゃうの、本当に踊った後、熱すぎて面白い。でもさ、なんか、うん、次のやつを間違えて言っちゃうわけにいかんと思ったら、わかるわかるわかる、そうなりますよねそう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 、ネタバレになっちゃうから、それだけはダメだと思ったらもう焦りすぎて、そう、なんかね、やっぱ暑さで、なんだろう、考えることがなんか脳が停止する、そうそうそう、だからみたいな、私今何やってたのみたいな感じになれば、そう、いろんなことをやってたのね、今日はサトリストが本当にもう、うんうんうん、もう3個ぐらいあってうんうんうん、ありましたもんね、いっぱいね、本当に分かんなくなっちゃってたから、もう本当にそうですよ、なんかこうなっただけで汗汗状態、ちょっとね、助け舟も出すこともできずもうみんなみんなもうあれみたいな、みんななんか、うん、あっそうみたいな、なんだっけみたいなみんなが
るなと思って。ねえ、大変大変そう、うん、大変。曲紹介はね、もう、うん、頭でパニックになっちゃうの、うん、いつも。ねえ、曲紹介確かに、ね、慣れてても結構んってなる時ある。ねえ、うん、そうね、みんなはてな、あ、頑張れってなってた、優しい。撮影ステージでしたよ。愚痴が止まらない。うん、優しいからね、うん、そうそうそう、暑いからねみたいな顔してくれてたもん、みんな暑いからね。なんかそう、私も暑くて、うん、なんか毎回、うんうん、なんか前髪がとんでもないことになってて、うん、なんかどうなってたの、シャワー浴びたみたいななってて、もうボーボーってもうボーボーになってて、ね、うん、なんか千代さんがバーコードになってるよ、バーコードだったんだな、うん、そう、うれしいね、ありがとうございます、うん、そうなんですよ。もう今日はみんな汗かいてたかもな、そんぐらいね、うん、みんな汗かいて、こう 目が合うところとかあるたびに汗かいてる、うん、そう、今日はもう暑かったね。あの人は大丈夫だったのかね。でも確かに、でも立ってるだけでも暑そうです。でもなんか大丈夫そうだった、みんな。よかった。勝手に。大丈夫。サーヤンが大丈夫だって言ってるのが、よかった。大丈夫。クタクタです。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。クタクタだったよ。ごめんなさい。違いました。根拠なしだった。うん。そう、ひなさんで、おひな様と一緒です。ヒヤトみたいに元気出ます。確かにみんな推しメンを見たな、うん、多分。あー、そっか、ね、だから何晴れやかな表情をしていたのか、うん、そう、夜の方が暑かったよねっていう話をしたんだけど、うん、そうなんですよ。そうだよね、みんな、うん、やっぱりそうなのかな。他の人もそうだよね。そう、ムシムシしてたね。蒸し暑かったんか、やっぱり。あー、そうなんですよ。夜はね、夜でね、なんかにじみ出てきた汗が。無意識だ。何回もサウナに入ったような汗。その度にメイクさんに直してもらい。いや、本当にね。本当ありがとうございます。そこ優しいですね、ファンの方も。本当。あ、そう、去年の中止だったから開催できてよかったよ、うん、そうなの、よかった、本当に。なんか今年もさ、ちょっと台風が嬉しいなみたいな、うんうんうん、ね、そうでしたよね。情報でもずっと出てたりしてたからさ、うんうんうん、もうめっちゃ楽しいじゃん、もうこんな丸一日こんな、うん、ね、詰め込まれたものでめっちゃ楽しいからね。すごかったです。今年は夏もうみんなやりきったぐらいの楽しみができたんじゃないかなと思いますが、まだまだ夏は続きます。まだまだ序盤だ。まだ序盤、まだ序盤です。中盤かも、もう中盤。あれ、私ちょっとすいません、ちょっと間違ったことしか言ってないさっきから。8月3日ぐらいに今飛び込むことになっちゃった。そうか、あ、もう2日じゃないね、もうすいませんね、なんかご情報が、ご情報すいません、ご情報が、よいしょっと。ね、そう、関東台風それてよかったね。そうなの、もうそれたのか。そうそうそう、関東には来なさそうみたいな。あ、そうなんだ、ね、へー、広島がね、逆にね、心配ですよ。あ、逆に？うん。え、そうなんだ。そう。それたのか。そう。やっぱね、やっぱ分かんないですね。ね。本当。台風
どうなるかわかんないよね、いつも。うん、わかんない。そう、明日はね、休んでますよ。じゃあ今、この東京に、おる方がまだ、安全かも。新幹線止まっちゃうからね。この人はどうなるのか。ね、確かに。東京に取り残されてたのか。もう明日も嬉しくって待ってるね。あららら、あららら。今日も明日も。確かに今日なんか3ステージ、ずっといらっしゃる方も、分かったし。暑いよねと思いながらね、そういう人。暑いだからありがとうねと思いましたよ、本当に。ね、二公演目雨が降ってきて、確かにミストみたいなのが、ね、霧、ファーンみたいな、ね、浴び流れてました。浴びてた。サングラスでーすって言って。でもなんかいつの間にか晴れてたんだけど、そうなんですよ、なんか気づいたら晴れてたから、いつのタイミングで晴れたのか分からんタイミングで晴れてた。そう、一杯の水の時は雨降ってて、あ、そうなんだ、記憶になんか雨の記憶がもう薄くなってる。そう、なんかちょっとシンクロしてるなと思ったんですよ。あー、確かに水、そう、水は、みたいな、雨だみたいな、そっから私も覚えてない。そっから覚えてない。雨の行方をどこへ。そう、ね、でも本当めちゃめちゃ雨みたいな日でもなくてよかった、今日も。そうですね、ね、確かに。いっぱいの水、すごい。サマステ初参加でした私。そうだよね、どうでしたか、初参加の MC 急に急な MC が入った。じゃあサヤンはどうだった。じゃあやばい、楽しんで楽しんでしっかり MC にする。でも確かにね、そうですね、でもなんか STU だけ、CS 放送があったりとかして、すごいよね、そっちで見た人もいっぱい、ね、ですよね、思います。ありがとうね、見てくれて、ね、めっちゃ楽しかったですよ。よかった。もうどにでもなれって思いました。一緒。本当にいいの、最後踊ってる時に、もうなんか消えてなくなった気がする。気持ち、やめてー。もうまるで今日の雨の霧のように、やめて、ひなさん、ひなさんいなくならないで、どんどん残像になっていくし、行ってください。それになっても存在しててください。あ、でも、あ、気持ちで、そう、普通に気持ちでやった。何はできなかったけど、そう、人間の体の 80% ぐらいは水分でできてるかな。もうそのそこまで、すごい、ケース、そうなんですよ。ひなさん、いや、あ、イヤホンガンガンゲームの感想を知りたいと。本当に申し訳ないっていう言葉しか出てこない。あら、そう、最初、一番最初にひなが、その言われたことを伝える人だったから、一番最初にミスったらもうずっと違うじゃん、そこから、はい、だから絶対聞き取らなきゃと思って、もうめっちゃ聞くんだけど、もう本当に何言ってんのか分からなくて、最後、なんか、なんとかだったみたいな、なんとかだったみたいな感じだったから、楽しかったみたいな風に見えたり、それが、それで、あ、楽しかったってことは、最初は歌のフェスだみたいな気になって、これ来たぞと思ったんや。そしたらね、もうまるで違う。違う。そう。一文字も？一文字も違った。あらま。花火一緒に見たかったみたいな。あらま。あらま。でもね、めっちゃファンの人は、おーいみたいな、合ってるぜひなちゃんみたいな感じだったんだけどな。ね。悪いね。面
白い。そうなの。でもゲットしたの？でもゲットしてる。じゃあそんな、うん、そんなルールが分かんない。その後にもう一回戦やって、うんうん、もう一人のメンバーがそれぞれチームで出て、うんうん、あのオラ死ぬ好きだぞっていうのを伝言ゲームだったんだけど、最後の、うん、あのバオバンビさんの、うん、岸優さんのところで間違えるって、うん、あれなっちゃったけど、でもあれそんなバラエティーだな。めちゃめちゃ上手なクレヨンしんちゃんのものができたら、うん、オッケーみたいな、ルールがルールがちょっとゲットすることができました。すごいな、甘々だね。アイドルに優しいバラエティー。甘々だわそんな、うん、甘すぎたまらん、うん、確かにね。まあまあ、すごい、でもいいですね。平和でよかった、ねみたいな感じになる。よかったよかった。そうそうそう、いいんですよいいんですよね。みんなまで似てたんで本当にそう。すごい、でも分かんのすごいな、そのイヤホン、うん、確かにあれ分かんないんだもんね。分かんない、本当に分かんない。言ってみてほしいもん、うん、本当に分かんなかった。絶対分かんない、うん、どうにかこういいかなと思ってた。でもひなさんらしい、うん、皆さんらしいな。今度チャート入れやろうって。え、やりたいよ。うん、確かにやりたい、やりたいよ普通に。でもどうでも2人したいないのかな。そうですよね、ダメだ、どうもできんか。3人3人ですもんね。誰の時しかできないかもな。2人はさすがに、うん、1人が聞いて伝える終わり。めっちゃ面白い。それはそれで面白いけど。確かに、サーヤもモノマネ得意ですよ。そうなの？悪いな、悪い人のコメントだったみたいで。すいません、ちょっと、うん、ネットって怖いですね。ちょっとネットって怖い、もうまるで、うん、もうほんとなんか絵文字もなく、うん、何のモノマネできるよみたいな。なんかさ、やめてください。できるのかみたいな。やめてくださいな。やめてくださいな。できんのかい。そうですよ、でもひなさん得意ですよね。ひなちゃん 70% ものまでですから。え、でもすごいですよ。そう、 70% 全ての高いです。そう、高いような声のものまねができるっていうんで、うん、これがね、すごいんですよ。そりゃすごくないけどね。すごいんですよ。全然すごくないけどね。ひなさんに振りを、うん、振りをって振りをあのしてくださいってコメントが来てる。お、え、ひなさんやにってこと？違う、さんやにひなに。どうしようかな。いや、怖い怖い。どうしようかな。いや、ドキドキする、そんな。どうしようかな。そうじゃ、そうするとのよ。期待しないで。ちょっと一旦ね、ちょっと、うん、難しくな、考えとるな。一旦ちょっと考えます。ピカチュウのものにしてよ。ピカチュウ、うん、あー、できないな。ちょっとだけ、ちょっとだけ。やってもくれない。残念でした。これ違う。ねえ、サーヤできそうな声なんで、そう、ひなもそう思ったんよ。え、そうですか。ピカチュウできそうな声してたんだよ。そんな声。
チュウだからね、ピカチュウはね、全然。面白い。サイヤルフィできるよって。なんで？ルフィが一番下手。あ、そうなんだ。ルフィが一番下手よ。それは確かに生態が違いそうだもん、なんかも。うん、そう。まずね。うん、まず。タレコミの来たのにも。ご情報が多いですね。ご情報だらけのか、つくつく帽子が得意です。皆さんもう読まない方がいいですよ。もうネットの構想を知りました、うん、そうですよ、うん、ネットは嘘ばかり。ネットは怖いですもん。すぐね、うん、今日は枕が変わったです。そう思った。もう本当に嬉しいよね。マジで寝れんくって昨日。もうこの枕がビーズでめちゃめちゃ硬いし、結構高さがある、うん、こんぐらい本当ちゃんとあって、うん、絵みたいな、うみたいな感じで本当に寝れなくって、なんか、うん、頭一個分ぐらい高くてね、そうだよね、なんか寝れないよと思って。しかもこの日のベッドもなんか硬いんよね。うん、若干ね、うん、若干硬くってね、うん、全然寝れなかったんだけど、そう、私も寝つきが悪かった。いやいやもんし、なんか ほとんどのメンバー、ひなが聞いたメンバーもみんな、いや硬かったですよねみたいな。すごい硬かったよ、共通で。そんな、そうってなったら、なんとなぜか帰ったら、え、ね、さっきね、ふかふかがソクッションになったんですよ。そうなんですよ。嬉しい。嬉しい。楽しみ。そう、寝るのが楽しいの。だから抱いてるの今。はは。嬉しい。なんで変わったんだろうな。謎。ホテル共通じゃないんだと思った。なんかそれかホテル、このやつか、もう一個買ったやつ、二つ置くみたいな。多くない？結構。うん。低反発。と、ビーズ。ランダムなんかな、ね、よかった、寝れるわ。確かに今日はぐっすり寝れそう。昨日はちょっと寝れました。ちょっとも寝れてないと思う。本当に一睡も生きてない。驚き。もう6時半ぐらいに起きないといけなかったかな。なんかそれのプレッシャーもあるっていう。6時半までには絶対寝ない。今寝たら起きれるのかみたいな。なんか、まあ、アラームで大体起きれるんだけど、うん、それのプレッシャーもあるし、なんかもう本当に寝つけなくって、昨日なんかいろいろ考えちゃって、なんか瞑想ずっとしてたから、一生瞑想の時間流れてた昨日は。そう、瞑想するのもいいみたいに言うけど、うん、なんか病んでる時と同じ気持ちになるから。悪いな。悪すぎる。そう、確かになんか時々、うん、ひなさんが動いてる感じは、うん、ちょっと知ってた。なんかサイヤもあんまり寝れてないんだよ。だからそうなんですよね、結構感じ取ってました、うん、そうだよ、うん、だって普通人が動いてるのとか感じないじゃん、うん、寝てる時。あ、そっか、そういうことか。絶対起きてたんだよ。めっちゃ眠りが浅かったかも。うん、そうだお、そうだお、まだお。確かに、うん、めっちゃいろんなこと考えてた。なんか2日前になるんか、その時は昨日だったけど、昨日の夢怖かったなと思って。なんか、うん、みんなで神社に行くみたいな、親戚の人とかみんなで一緒に車に乗って神社に行こうってなって、うん、でそしたら急に道がなんかもう、うん、こうたなジェットコースターのこういう、うん、こういうタ
で、なんかガラクタでそれができてるみたいな道なのが急にジェットコースター、急にこうえみたいになって、でも、うん、もう無理やりガラン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 しながら上に乗って危ない、こともして、でも神社に行かないといけないみたいな、うん、絶対行かないといけない、そういう人絶対行かないといけないみたいな究極の選択、ほんと怖いなと思って、うん、もうこうやって行って、うん、その行った神社で参拝して、うん、なんか撮った写真を見たら、うん、こういう手が写ってる写真で、なんかついちゃってるわ。怖かった。やばい、サーヤが本当に怖がってる、みんなどうしよう。やばい。大丈夫だよ。え？ひなさん。それはやばいですね。え、怖かったなとか言うのを思い出すの？そんな夢見ないですね。昨日ですか？おととい。おとといの夢。うん。もう怖かったな、はい、そうだから除霊しないとねみたいな、そう除霊だからそう除霊しないとねみたいな感じで言ってたら目が覚めたんだけど、そう怖、それも怖いなと思って、そうなんか神社にいたのに呪われたなと思って、うかって起きた、神社に呪われた、そう怖かったと思って、ちょっと待って、そんな感想、そんな感想、でも夢だから、いや夢でも考えてたんで、なんでそんな夢を見たんだろうなと思って、何にも思いつかないなと思って、でも神社はなんか最近見ててもなんかパワースポットみたいなのインスタグラムとかなんかたまに可愛い神社みたいなの、そのそうなんかお花にあれがねほほほほってなってる水になんて神社とか見たからかなと思って、でもそんな可愛いの見てるのにな全然可愛くなかったですね。待って面白い。ちょポップやな、なんか怖い話なのにポップだな、なんか。だから一応ポップだ。ちょっとポップだな。と思って大丈夫だよ。ポップやな。やだよね、夢が怖いと。結構きますよね。いや怖い夢見る。怖い夢なんか結構、でも私は戦う系が多くて。わかる、でもええ日野はでもそれはあの戦う、あのアニメとか実は見た後に寝たらそうなるの、そっかそっか、120% ぐらいでなそんな確率でそうだったんだよね、 120% そう、マジで自分が主人公になるからそうだよね、あ、すごいシャキンシャキン、すごいシャキンシャキン、すごい、すごいな、そうなの、戦う時つらい、なんか元気の戦うやつもあるじゃん、え、でも、うん、戦うっていうかなんか追いかけられる、え、鬼ごっこみたいなやつ、わ、かる、でも、あ、それも見たことあると思う、もう全部怖い夢や、ひなさんの見とる夢よく見るんで、やばいな、全部怖いな、うん、そう、だから慣れてんだと思った、怖い怖いな、なんでだろうみたいな夢占い夢占い検索しちゃわない？しちゃわない人？あ、でも時々意味が分かんない時はしてます。何だったんだ？面白い、ね、面白いね、夢って、じゃあ、ひなさん、うん、でもなんか結構取りつかれやすい、え、そう、多分そうなんだ、一回取りつかれたよ、マジのやつで、え、さっき話したよね、多分、聞いてたよね、しかも、ガチのやつだったからさ、そう、聞いてた、全部知ってる、全部知ってる内容、覚えてくれてるの、怖いのに頭から抜けない、ね、本当に今でも思い出せるよ、もう鮮明に覚えてる、マジで怖かった、本当にね、そう幽霊いると思ってるだから普通に、いやいや経験がない、
私は、うん、ないです。ありそうなトーンで私はって言ってないね。違う違う。で結構守護霊が強い。おい、めっちゃいいじゃん。守護霊なんなの？守護霊、うん、秘密にしてるんですよ。ああそうなんだ。うん、でも強い。でも強いです。あ、それはいいね。いない。守護霊、守護神として、あ、し、駆使を召喚します。その時は行け行け。まさかの、まさかの守護神だったの。守護神にしてもらってました、その時は。しばらく。面白すぎる。そうなんか。面白い。うん、面白いね。うん。ひなさんって結構ポップですね。え、うん、そうなの。うん、話がポップですね。話がポップ。難しいな。褒めるのかな。話がポップだな。そうかもな。さやの話はどんなの、うん、表現したら。私、え、うん、私の話は、うん、どうなんだろう。ポップではないかも。いい、しっとり。違う、しっとり。ポップの最義語が分かったから。しっとりかもしれない。しっとりなの、うん、落ち着くよね、配信っていう人はきっと、うん、いやいやの配信って。しっとり、うん、しっとり。しっとり。面白い。そう、でもサーヤンは、うんうん、なんかひなと話してたらすごい笑ってくれるから、そうそう、面白いです。話してて、すごい笑ってくれるから、ね、うん、嬉しい。ひなさん面白いです。面白くないのに笑ってくれるの。いや面白いですよ。面白いですよ、めちゃめちゃ。うん。うん。そう、それが嬉しい。よかった。でしょう。ひなさん面白いんですよ。いやいや。なんか、うん、ココアさんが、うん、マイカーに、うんうんうん、チャートリメンバーでマイカーに、うんうん、もし入れるとしたら、うん、誰にするって。おー、 MC ダンスだ、うん、でココアさんだけ、うん、ヒナって。え、嬉しいんだけど、うん、面白いからって。えって言われて、ココア面白いと思ってくれてるのヒナのこと、うんうん、やばいな、うん、面白担当いけるか。そう、面白い。行きますよ。行きます。いやもうもうもうね。うん。そう。うっかりうっかりちゃんですよね。そう、めちゃめちゃうっかりなの、うん。さっきも話したもんね。うん、さっきもなんかうっかりだなと思うことがなんだっけな。あ、うっかりだな。ショールームの予約を入れるじゃないですか、うん、みんな、うんうんうん、10時とか23時とかね、うん、適当に9時半でもいいけど、うん、みんな予約してからだいたいショールーム始めてる人じゃないですか、うんうんうん、それをさやがじゃあ10時でみたいな、うん、そういうふうに言ってくれたから、うん、あ、じゃあ10時で予約しようと思って、うん、10時と思ってやってたら、それがショールームを開いてるんじゃなくて時計を開いてたもんだし。時計分かる、アラームとか。そうなんですよ。そう、それで、うん、10時にひな何でも起きるんと思って一回帰って、えと思って、あ、違う、ね、アラーム、アラームのびっくりしちゃうね、自分でもびっくりしちゃった、うん。アラームかけてどうぞ。びっくりしちゃうわよ、うん、ね、もう7年にも絞りをやっててもこうなるんですよ。7年、うん、すごい、怖いですよね、本当にやった。本当にやっとく話。そう、お誕生日の方、のりふみさん、ハッピーバースデートゥーユー、トゥーユー。
絶妙なハモリで入れてきてるな。ハッピーバースデーディアドリフミさん。違った。合ってます。ハッピーバースデートゥーユー。おー。いい。ハモりました。ハモりました。なんか誕生日の人いつもなんかしてる？そうなんですよ。何してるの？今歌っちゃったけど。おめでとう。おめでとう。あ、おめでとう。ありがとうございます。おめでとゆんゆんはね、ファンクラブを開いた仲なんですよ。ファンクラブを、そう、あ、そうですね、うん、1回目第1弾メンバー、うん、ゆんゆんは何特攻してるの気になる。なんか、うん、でも、うん、自己紹介、めっちゃ長い自己紹介を投稿しました。いいね。めっちゃ長いの。それを知れる、うん、自己紹介ってことか、うん、好きな食べ物とか。いや、好きな食べ物はあと、うん、好きなものとかは結構細かく。おそれは嬉しい。同じのがね、あったら嬉しいしね、うん、みんな。確かに。ひなさんの動画を見ちゃいました。ひなさんに見せてもらいました。そうだ。忘れてる。思い出した今。見せてもらいました。見せた、ね、見せてもらいました。 Vlog 動画をね、うん、ゆんゆんとミーヒートで見てもらったの。審査入れてもらった。見ました。そう、いいやんって言ってくれました。いや、もうちょっと素晴らしい、素晴らしい、優しい。さあ、いや、どんなあれですか、動画を投稿する系ですか、うん、でも動画は、うん、なんか本当に、うん、なんとなく撮った動画を、うん、いい、載せたり、うん、うん、うん、最近そういう短い動画をいっぱい撮ってます。いいやん、いいや。ダジャレみたいになっちゃう、うん、でもね、周りから見たらね、ちょっと、うん、なんかちょっと変な人に見えません？なんか長い間ちょっとそういう決め顔してなんか動画を撮ってるのも伝えだから、本当に短い、いつも。わかる、うん、昨日初めて Vlog を撮る時に、うん、本当に、うん、なんか長い間撮るのが恥ずかしすぎて。恥ずかしいですよね。恥ずかしい、こんな道を渡ねったと思っちゃう、ね、そう、うん、プライベートだからさ、うん、なんかこんな道を渡ね動画撮ってちょっと恥ずかしいと思いながら、うん、なんかね、次の動画ね、エンディングね、撮るの忘れてたの俺。あら、そうだ、あら、音声でエンディングを迎えた。いや、でもすごかった、すごかった。なんかどこかにあげてほしいぐらいに。嬉しい。やったね。ファンクラブイベントがね、うん、うん、そう、開催されるし、うん、うん、なんか自分のやりたいことがね、もしかしたら叶うかもしれんけどね、うん、うん、確かに楽しみなんやな、うん。いやいや、一番何やりたいの？ああ、内緒。今も内緒。え、でもあの、うん、なんか
後々したいのは、あのあれです、なんだっけ、サファリパーク、おーに、うん、行く、みんなに、うん、いい、楽しそう。一番何の動物が好きなの？一番は決めにくいんですけど、うん、なんとなく3つぐらいいたわけだでもそう、猫と、うん、犬と、うん、羊、羊好きなんだ。ラクダ、おお、ゆちさんもラクダ乗りたいって言ってたんだ最近。あ、そう、あと、タカ、タカも、タカさん、タカさん好きなんですか？タカと、タカ好きなんだね、うん、珍しい。スナメリ、スナメリ、かわいい、かわいいです。スナメリ好き。アザラシとかも好き、かわいいですよね、かわいい、うん、なんかさ、うん、真っ白ふわふわのアザラシの赤ちゃんが泳ぐ練習をさせられるみたいな動画が本当にいつ見ても可愛すぎて、可愛い、それが流れてくるたびに動画流しちゃうすごい可愛い、可愛いと可愛いの融合してるわ。でもね、今日アンピーも言ってました、なんか、なんだっけ、カワウソの赤ちゃんが泳ぐ練習してる動画を見てるみたいな、言った。そうか。早く練習かわいいね。ね。赤ちゃんが。うん。カワウソかわいいんだよね。そうなんですよ。なんか猫は何の犬、うん、何種類が好きみたいなのあるの？なんか。うん。悩むよね。なんかいろんな猫ちゃんを見るたびに、なんかってなってる。可愛い。確かに。そうなんですよ。でも犬はもう。犬。あ、小さいやつ。あ。猫と犬だ。あ。猫そういうね、ネット言葉を通じて猫と、うん、みんなはそう言ってるよね、ネットにいるみんなはね。そう、そうなんですか、うん、え、そうそうそう、半角ですか？いや、ちゃんとちゃんと全角、うん、ちゃんと全角、全角全角、い、ぬ、ぬ、全角のい、ぬと、ぬこ、ぬこはひらがな、いや、カタカナです。連れてカタカナに、あ、ねえ、あ、ネットに触れて生きてきたからな、ひなは、うん、あら、あらららそう、あ、すいません、その犬、はい、犬が好き、はい、あ、犬が結構好きなんですけど、うん、そう、ポメラニアンが特に、ああ、わかる、大好物で大好物じゃあ、食べようとしてる、ちょっと、え、大好物で食べようとしてるポメラニアンちゃんがテディビューカットっていうの分かる？あ、うん、分かる、にされてて、お尻がこうなっちゃったよ。あ、本当に可愛いですよ。ぜひ調べてみてください。ポメラニアンテディビューカット、うん、お尻すごいすごいすごい検索員、そう、本当に可愛いね。うーん、ポメな、かわいいよな、ね、でも周りにっていうか今まで見てきた人たちはね、うん、ほとんどトイプー飼ってるんで、ね、あー、わかるえ、わかる、うん、ね、トイプーが一番人気なのかな、なんか飼いやすいって。あ、そうなの？毛が落ちにくくて、あ、確かに、ね、うん、こう、おはまはんって、うんうんうん、くるくるみたいな感じがする、顔結構大きいです、可愛いし、うん、
ポメラニヤンが目の前にいますね。誰いたな。誰。そう、でもポメラニヤンはあのハーフツインをしてて、しかもストレートの時が特にあ、ポメラニヤンだってなりますね。そう、そう、そんな風に思ってらしたんですね。本当に小動物のような顔でした。あらまあらま、たまらないです。あらまあらま、あらまあらま、たまらないです。たまらない、たまらないです。なる。ハーフツインとかツインしてる女の子が大好きすぎる。あ、そうなんだ。そう、一生褒めちゃしてたらでも分かるかもしれん。え、分かる、うん、嬉しい。大好物だった。そう、大好物、大好物でした。ハーフツインツインテールは、インヌがお風呂に入れてもらってる動画よく見る。あー、お風呂好きなこと、うん、苦手な子いそう。いるよね、うん、その差がまた面白いよね、うんうん、でも私ゲームで、うん、あのインヌを、家庭のあの、そう、変える、わかります？わかるわかるわかる。これの、え、あの、で、飼ってて、うん、お風呂がめっちゃ好きだった。お風呂に入れるのが、かわいい。たわしをめっちゃこすって、かわいい。シャワー、え、スイッチで撮るの？いや、違う、一昔もうちょっと前に。あ、DS とか。そう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 、やってんだ。なんかトイプードルですよ、うん、それ。そうそうそう、茶色のさ、そう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 、目がめっちゃキロンキロンなやつね。わかるぞ。そう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 、あれか、うん、あれが好きだった。今はね、豆ごまそうだって言ってたよ。あ、懐かしい。懐かしいよね、豆ごまマジでいっぱい揃ったんだよな、今。シール集めてたね。え、わかる、うん、かわいい、かわいいんだよね、うん、かわいい。豆ごまを育てたことあります。ははは、かわいいよね。ひなさん、すごい豪華なたまごっち持ってそう。すんごい豪華な、めっちゃ大きな。いや、でも普通サイズ、普通サイズに、あの、うん、なんか、うん、キラキラついてるみたいな。あ、いや、キラキラついてる。そう、そうそうそう、ピンクキラキラついてるやん。なんかちょっと大きめのやつがあったんですよね、確か。あったね。ありましたよね。あったあった。そう、まず最初のおもちゃ、うん、これにさ、うん、アンテナついてるやつ、うん、ついてた。アンテナついてた、ね、ついてた。円玉だっけな。あ、なんか円玉がちょっと新しい、新しいよね、やつで、みたいな。赤玉がちょっと懐かしい、なんか初期の方でみたいな。めっちゃ懐かしい。そうでしたよね。エモ。それな。いつもなんかメメッチが好きだったんですよ。そうなんだ。おめめぐる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 の。だからメメッチのなんかたまごっちの入れるケースみたいな持って遊びに行ってました。え、わかる。マジで。たまごっちはもう常に首から下げて、うん、そう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 、遊ぶのみんな。下げとかんと。そう、すぐ呼ばれるから。うん。パーパリッ。おお。お、何十パーセントもいた。新しいのができたぞ。新しいの来たな。そう、呼ばれるからね。え、でもよく、でも、あのね、学校には持っていかないから。うん、お母さんにいつも預けてて、よくやってくれましたよね。いや、本当に思うよね。ね、本当に絶対そう。本当になんか一から育てたらさ、愛情みたいな、本当に強いんだけど、その多分ちっちゃい、ちょっと深い愛を持ってるみたいな、ね、絶対に死なせたくないみたいな感じだけど、何これみたいな。そう、うん、よくやってくれましたよ、私や世の中のお母さん、本当に。でもひなも自分に子供ができて、たまごっちやっててって言われたらやっちゃうな。やってくれそう。しかも進んで。進んで。いいよ。いいよ。これわかるんで。これわかるもん。
かし、懐かしトーク。懐かしトークしちゃったね。うん、嬉しい、ひなさんと。え、うん、嬉しい。ね、懐かしトーク。DS の頃もあつ森やってたな。やってましたよ。やってたんだ。めっちゃ好きだった。めっちゃさ、今考えたらガビガビじゃないですか。うん、ちょっとホラーなんよな、今考えたら。そう、いいな。もうお兄ちゃんと一緒にやるみたいな感じだったから、うん、ちょっと一緒にやって、一緒に屋根の下寝てさ。あ、寝れますよね、あれ、ね、あれ何だっけ、あの、トタケケだっけ。あー、ギター弾く人ね、うん、うんうん、のカフェに行けますよね、確か。え、そうだった気がする。あ、そうだった。行けますよね。行けません、うん、行けません、行けません。大共感で、ね、行ける、なんかバーがあって。そう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 、確か。そうそうそう、広場じゃなかったもんね、そのバーで弾くみたいな。うん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 、そう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 そ世代が、ね、ゲームはでも、うん、その頃流行ってたからじゃない。そうなのかな、うんうんうん、そっか、やっちゃう、そういうことか、うん、流行ってた、そうやってた、そういうことなのか。うん、でもひな3つ上のお兄ちゃんがいるね、うん、昨日。あ、へえ。それでなんか影響されてやったりするから。あ、へえ。23歳まで生きるよ。じゃあそうだ、そういうことだ。そう、お兄さんがいるからだ。そう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 、だからや、だからや、うん、こんなにも大共感。うん。そっか、ひなさん真ん中っ子か。そうなの、私めっちゃ離れてるけど、ね、下の。あー、そっかそっかそっか、9歳やねん。おお。そっかそっか、そう、妹ピオが、妹ピオちゃんがいるんですよ。真ん中同士です。何歳離れてる？え、でも、うん、同じぐらいです。おお、そうなんだ、うん、一緒ぐらい、結構離れてた。お姉さんね、そうだ、だからお姉さんにもなれるし、そう、妹にもなれ なれる。でもそれすごい感じるかも、ひなさんから。いや、本当に嬉しいな、うん、どっちもの時ある。いい、うん、やっぱそう、そう、環境、うん、環境でね、そうなるのかな、環境で性格がね、うん、っていうのかもしれない。うんうん、でもなんかお兄ちゃんを見てこういうのやっちゃいけないんだみたいなの学んでたから、本当にそう、なんか大体そうらしいよ。でも兄妹の関係って、うんうん、だってお兄ちゃんがなんかやってるの、確かに確かに、よく怒られてますよね。そう、一番怒られてる、一番怒られるからね、うん、一番怒られてる。そう、全てやっちゃいけないだと思ってやらないから、うん、あんまり怒られないみたいな。確かに確かに。そう、そうかも。ひなさん、え、修行してました？え、ちょっと待って、修行、ちょっと待って、修行、うん、どういった内容なんでしょう。やっぱりそのお兄ちゃんがいるとやっぱり、うん、なんかやっぱり修行があるから。修行ちょっとなんかよくわかんないけど、急になんか持久走始まったりとか、なんか
探検しに行ったりとか。いやでもあった。あいやほらやっぱあるんだ。まあ同じ小学校でやってるんだけど、もう走ってっちゃうのね、おっちゃん。それにひなは、もうちっちゃいひなちゃんはついてくる。ちっちゃいひなちゃん。ちっちゃいひなちゃん。こんなひなちゃん。走って行ってから、じゃあいやと思って歩いてた。離れちゃった。離れるの。本当に走ってたな。一種のね修行やっぱり、あるんだな。かなりあるなんだな。こんなランドセル触ってるさ。こんなちっちゃくまで。こうダーってこう一生懸命ついててね。修行ですよこれは絶対に。修行で修行でした。してそうなんですよ。ほんとユニはどんな修行をなされてたんでしょうか。山を探検したりとか。ついてこい、ついてこい。なんかそういうなんか探検しようってなってとか、虫捕りとか。でも虫捕りは一緒行かなかったな。あ、そうなんですか。あらら、虫嫌いだったか。あ、ちょっとそんな結構ダイレクトに言うんですね。すごいダイレクトにはっきりと。そんな、え、ちっちゃい頃からですか。そう、ちっちゃい頃。そうなんだ、珍しい。そう、ちっちゃい頃、あの、何、ダンゴムシだ。ダンゴムシだけはなぜか手に乗せて触れてたんだけど。ダンゴムシだね。でもそれも小1、2ぐらいになんか違う違った、なんか嫌だ。その頃からちょっとやっぱひなさんがどんどん形成されて、形成されてたんだ。なんか違う。確かにその森もハートとかピンクとかジュエルとか、そうちょっと可愛い。そっちにどんどん目がいっちゃう。違うなって思うんだな。なんか違うってなったもんね。すごい。でも小1でね、小1で生まれた瞬間からねピンクが好きだから。え、もうある。そうそう、すごい。そうそう、生まれた瞬間から最初はね、なんかひなは男の子か女の子か分からずに産んだんだって。だからどっちでも着れるように黄色い服ばっかり用意されてた。へえ、そうなんだ。そう、生まれた瞬間の写真は大体黄色い服だった。あ、へえ。でもまあだんだんねピンクが追加されてきてどんどん。そこから私はもうピンクがいいと選ぶように。それからピンク好きに。そうなんですよ。そう、でもねひなって名前だからひよこの柄のちゃん大体ベビー服って。だからねちょうどよかったんじゃないかな。ひなって可愛いな。確かに。じゃあすごいですね、今ペンライトカラー、ね、どっちもピンクと黄色なんですよ。すごい生まれた時の。え、ヤンヤンはなんでペンライトカラー、赤黄色。私はなんかオーディションの時にもう決めて、そうなの。だってもし合格したらこの色にしようみたいな。なんでその色も良かったの。なんか、うん、なんかなんだろう、オーディション中に、なんかその日カレーを食べてて、でカレーを食べましたって言ったら、カレーが好きっていうイメージがすごい強くなって、でカレーといえばなんか赤と黄色ちょっとカレーからの連想ゲームで赤と黄色になったんだ。それは初耳学です。そうだからね、始まりはそんな感じだったんですよ。でも今はもう赤と黄色好きみたいな。今はなんかどっかでも見えるんですよ。確かにね、目立つもんね、赤も黄色もね。めっちゃ目立つんですよ、ほんと3階席の。わかるわかる、一番下で。うん、確かそうだったような、すごい前の話だけど。カレーだったんだ発祥は。そうなんですよ。
ファッション的に、なんか白みたいな。ええー、そう。そう、私ピンクと白が好きなんですよ。そう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 、本当にそんな感じだから、うん、そう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 、なんでなんだろうって思ってたのね。よかった知れて今日。でもそう、ペンライトカラーを好きな色にするっていう、うん、あのなんかなんだろう、イメージがなくて。あ、そうなの、うん、イメージだけどね、ピンクと白。本当ですか。そう、イメージ。その時のカレーのトークを一生忘れられる。だからその頃のことを知ってるメンバーは、うん、未だになんか、うん、なんかカレーを、うん、あのプロフィールに追加しないのみたいな。まあ好きだけどみたいな。確かにね、店内とかからも来てるならもうそれを好きじゃんみたいな感じだもんね。そうそうそう、イメージがメンバーはね、うん、でも書いてあげないんだ、うん、そうなんですよ。好きだけどね。好きだけどね。うん。そう、でもなんか気になるかも、メンバーなんでみんなそれにしてもらって。あ、ねー。気になりますよね。気になる理由とかも知らんけど、ね、この子この色だなみたいな。うん。好きな色っていう人の方が割と多そうだけど。多そう。しかも結構その色が衣装の色とかになりがちというか、ね、うん、みんな好きな色が、そうなんですよ、うん、ピンク担当ですもんね、ひなさん。そうです、もう一生ピンクを着て生きていきたいと思います。似合うもん。嬉しい、うん、でもヨンヨンもピンク担当でしょ。あ、そうです、そうです、私も、ね、同じ。そうなんですよ、私もピンク担当。ピンク担当です、チャートリアシね、チャートリアピンク担当か水色担当が多いかもしれないな。確かに。ある黄色も、黄色なんか入れていた。みんな、みんな違う子。ね、意外といろんな色がいました。土曜、ピンク以外に着たいなみたいな衣装があるの。最近のあれだと、なんかツアー衣装だと、あの新衣装ですよね、うん、でもどうだろう、なんかピンク以外似合うんかなって。わかるそれ。どうなんやろう、どうなんやろ、どうなんやろう、わかる。次の水色着てみたいんだよな。可愛い。あ、でも似合いそうですよ。本当に、うん、なんかふわふわのシュシュとか、ね、かわいいよね。まず髪飾り、今回みんなかわいい、うん、かわいい、うん、ひなさん、うん、全部似合いそう。嬉しい、うん、なんかイメージできる。やった、ね、うん、ピンクやった。でもサーヤも水色似合いそう。本当ですか。思ったら、うん、うんうんうん、お、イメージしてる。あ、分かった。イメージしてた今。そう、うん、ね、似合いそうだよね、うん、透明感だからね。そっか、そうですよね、うん、まあ確かに ST カーですしね。確かに、だからイメージがつきやすいのか。わなるほど、うん、確かにな、うん、もうみんなの色々姿を何回も見てるから、うん、青とか、うん、だからイメージがつきやすいんだね。逆に私服でこの色持ってないって色は何色？赤。赤見たことない。ピンクはいっぱいあるのに。うん。赤は見たことない。そうなんです。確かに。とかオレンジとか。え、オレンジ見たことない。ちょっと待って、サイヤのオレンジ見てみたいけど。マ
オレンジ。とサーヤのオレンジ気になるフォルダに入れたい。緑。ああ、でも緑はなんか淡いミントカラーとか似合いそう。うんうん。オレンジって言って。そう。オレンジ。面白い。そうそうそう。似たように。確かに。でも赤、うん、ペンライトが赤。黄色を持ってないんだよな。あ、そっか、うん、黄色はちょっとむずいな。そうなんですよ。ベージュのさ、ちょっと、うん、黄色っぽい色もあるじゃん、うん、クリーム色みたいな、うん、ね、いろいろ着ていかないとなと思ってるんですけどね。いや、これマジお話し会が日なのか挑戦する場。あー、確かに ね、 ね、ちゃんと理由もあるし、え、そう、本当にそう。意味もあるし、してる。確かになぁ。もうね、うん、もうテレビを見てたら、うん、CM で、うん、もうハロウィンの CM してて、いやー、いた。ひなさんの好きなユニバです。そう、よし、そう、そう、よし、よし。だってひなさんが早って思わんかった。そう、そう、え、ハロウィンもって思った。マジで思った、ひなも、うん、早いですよね。そう、なんか途中まではハロウィン感ないんだよ、その CM、うん、だから、うん、あ、今の CM やってるなと思ってたら、うん、急にハロウィンに急にゾンビがハロウィン早いっぱい出てきて、うん、ねえ、面白いね。ハロウィン来ます。ラッタッタダンス、ゾンビのこう、ね、いろんなお化けたち、怖いな。そう、面白いな。めっちゃ好きですよね、ユニバ。めっちゃ好き、楽しいんだよね。遊園地が好きなんだと思う。あ、そうなんだ、うん、でも全然来てないんだ。あららら。だってひなさん個人ファンクラブで行こうとしてました。いや、そう、行きたすぎて行きませんか。じゃあまだ年末使えるんでどうでしょう、うん、あ、そっか、じゃあ絶対行った方が得ですね。そう、行きたすぎて。確かに夏はどうなんだろう。暑いですよね。暑いね。日陰もないし、ちっちゃいね、日傘さしてる、いつも。あ、そうなんですか。うん、あれなんか言ってる。すごいすごい。ちっちゃい日傘さしてるの、なんか、えらい、えらい、こう、なんかもう嫌なんちゃうんだよね、うん、あ、中に入りたいってなるから、うん、確かに。ちょっとカバーしてます、いつも。ひなさん、そう、あの、ね、対処がすごいから。そうだよ、日焼け対策の、うん、でも今日は、うん、あ、もう生まれて初めてのレベル。超、え、出てしまいました。あ、日焼け止めを塗らず、あ、この後半袖の状態で、あ、ついにリハーサルをしてしまいました。ついにあんなに気をつけてたのに、いやーと思って、でももう塗る時間はゼロみたいな感じ。いやーと思って受けてきた。でもその後にワラーが着るね、うん、冷感みたいな、うん、ウェットティッシュみたいなやつ。早い対処が。そう、あれで冷やした、うん、焼き物と一緒だから治るさーと思って。ポップやな、冷やせ冷やせ、ポップやな。そう、でもヤンヤも全然焼けとるイメージない。本当ですか。うん、焼けた今年。私毎年吸収してますね。そうなんだ。めっちゃ焼けやすいんですよ、しかも。そんなイメージないけどな。だから夏休みとかもめっちゃ黒かったのに。めっちゃ黒かった。しかも日焼け止め意味ないと思ってたんですよ。ST 入る前ってことで、あの高校高2で気づいたんですよ。あ、日焼け止めない。高1までは意味ない意味ないちょっと高1で気づいたの。そうそうそう。
冬になんか夏の頃の写真見て、うん、えってなって、黒いヤンヤンが見れるんですか、うん、そうそれなかったんですよ。ちょっと今は想像できないヤンヤンです。それはだからダメだ塗ろうってなってでもすごい戻るんですね、なんか焼けても戻るよね、人間ってすごいよね、人間ってすごい、本当に。もうでもなんかヒナのパパとかは全然戻ってない戻らないバージョンもあり、ね、アニピオも治ってないもうサッカー少年しっところとかね、遊び回ってたパパピオの頃から、あもうその頃からまま、あそれもあるんだな、そうあらららそうそうそう、分からんな、時もあるよ分からんな、そう、うーん、だからひなもパパピオに似てたら多分黒かったなと、あそっか、うん、実はママピオの遺伝子うまく引き継ぎママピオはもうママピオは純白ね、あじゃあ純白これこれママピオ白白純白や純白そうなんだ、すごい気になるな、へえー、確かに面白いそう、ひなさん、うん、私が ST 入って1年目の頃に見たひなさんの夏が、うん、あのなんか UV カットのパーカーして、うん、深い帽子かぶって長ズボンしてで日傘しててそう、こんなに気をつけてるんだ、うん、先輩はこんなに気をつけてるんだいや本当に、そうそう、先輩ってすごいって、うん、嬉しいな、うん、まさかそんなところでちょっと尊敬されてたと、うん、そうそうそう、やっぱりね背中を見て学ぶという、そう、ほっとにあげたくないです、うんうん、そう、私はその UV カットのパーカーを着るか日傘をするかどっちかすればいいみたいな、うん、どっちかしとけばいいやろみたいな感じだったから、いいよ、どっちかだけじゃん、どっちもみたいな肌を出さないが目標です、うん、目標すごい、そうさすがです、岩田プロでもなんかステージのあのライトでもなんか日焼けするみたいなの聞きません？そうなんよ、ね、聞いてからさ、え知らないんけどねでもね、焼き取る感じはあんまりしてないよ、確かにね、うん、何でも言ってきましたけど情報が、そう、向こうさん、なさ、そんな感じで嘘なんて、ちょっとポップやな、ポップやな、そうポップやな、嘘じゃないかもしれんけどね、ひなまにキンキン、待って面白すぎて自由すぎたの、面白いひなさん、ポップや、なんかショールーム配信だとね、なんか自由に喋っちゃうんだよね、あ、そうなんだ、いいですね、ポップになっちゃうんだよね、リラックスして、ポップになっちゃう、リラックスしてポップに、リラックスしてる、いいこと面白い、ね、ポップだからいいですね、うん、時に配信するとき以外はポップだ眠いときはちょっと、うん、寝てますね、寝てるよ、もうすげー愛してる、そうだね、もう愛そうなんだ寝ちゃう、すやすや、面白い、まあでも今日ヤンヤンがいるから、そうそう、話し合えているから話し合えてルンルン、そうなんですよ、そうそうそう、うん、まあコメントもみんなとも話し合えてがいるんだけど、そうですね、そうそう、確かに今何時なんだ、大丈夫、あ、本当だ、終わったりしちゃいそう、確かに全然、あ、16分ですね、あ
そんな感じです。そんな感じの感じです。いつある？確かに確かに。どうしようかな。ひなさん、なんかひなさんの、それひなさん語ですよね。何、なんか時々メンバーがなんかどうしようかなとか言ったり。え、これひな語なの？ひなさん語なのかな。なんかとかそうだねとか言うんですよ。そうだねは千穂ちゃんだよ。あ、千穂さん、それは千穂さん語。そうだねは千穂ちゃんなの。そうだねは千穂さん語で、どうしようかなが、ひなさん語。ちょ、チャートリすごいな。そうね。新しい言葉を思い出すね。そうそうそう。しかもなんかそう、喋り方がさ、独特なんや。それの。そう。私、チャートリ入って驚いたこと、それです。え、喋り方独特なんや。みんな喋り方がおかしいと。え、でも確かにそうだよね。みんな喋り方おかしいと。最初は、今もう慣れたけど、うん、自分もそう話しちゃうし、チャートリにおるときはお母さんですどこだよ。もうひたひたでございます。そうです、チャートリあるあるなんやっぱり、うん、チャートリあるあるかもな。今くるくる守っとるかもしれん。そうだね、先輩。なんだこの言葉遣いおかしい先輩たちは。みんなまあ頑張ろうみたいな。ガーガーエンジンするよ。そんな感じ、うんうん、なんとかだよみたいな。みんなそうなんですよ、ね、どこかの国からやってきたわ。みんなみんなどっかの国からやってきた。なんなんだろうね。でもくるくるももうすぐ、もうすぐで ね、もうすぐだと思 う、 そう今までちょっとうっ、桜巻屋とかさ、うん、いろいろあってね、うん、ガチってなってるけど、どんどんだね。そうなる。そうなる。頑張ら。この喋り方になるよ。はい、確かに。サーヤもなってるみたいな。頑張りましょう。感じ。私もそうなるんですよ。なっちゃったもんね。もうね、なっちゃってる。あもうもうもう引き返せない。映っちゃった。映っちゃったもん。もうみんな、ね、チャートリーみたいな、そうなるみんな。もうみんな、みんな確かにへーよく言うね。へー違う国の言葉みたいな、まるでチャートリーですよね。ふわふわしてるわ。確かに千穂さんも結構、あ、そっか、確かにリネタンはそんな感じなの。ハキハキだ。あー、そっか、確かにリネタン、確かに、ね、そうだな。コメント欄見ても全然リネタンで、あの戻ってくるみたいな、その感じがハキハキ。確かに確かに、うん、リネタン全然そうだな、そういえば、ね、リネタン確かにハキハキだなって今思っちゃった、うん。お疲れ様です。おはようございます。挨拶を連れてくれる。うん、面白い。リネタンが面白いのでさ、うん、ミーヒンとリネタンが同室になったことがあるらしくて。うんうん、え？楽しそう。そしてその時に、うん、あのお風呂から上がったら、うん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 、ありがとうございます。お疲れ様です。どういうこと？戻ったん？戻ったん？え？お疲れ様です。一回戻ったんかな？とあのね、あなんだね、行った時とかも、あまあじゃ、おはようございます。お疲れ様です。もうもう会うたび目会うたびにもう、そうのレベルで言ってたんだって。そうなんだ。そう。目を離したらもうリセットなんや。されるんだよ。ちょっと面白いな。久しぶりに喋ったらリセットなんじゃない？面白すぎ。部屋が別の場所に行ったらリセットみたいな。面白すぎてやばい。面白すぎると思ってその話。しかも南さん。南さんすごいびっくりしてそう。お疲れみたいな言いそう。
自由をしてそう、なんかでも、ね、の後々なんか多分面白いね、確かに本人にはね、なんかえ言うにもみたいな、そう、ね、丁寧にね、うん、言ってるんだと思うからさ、そうですよね、すごい面白いなぁと、面白いそう、なんか見えたの、お疲れ、おはようございます、お疲れ様です、伝説はね、伝説になっちゃう、もうとどまらない、確かにすごいな、びっくり、うん、見れた、どういうこと、面白いな、そう、見れたの、うん、そう、おはようございます、お疲れ様ですの、うん、すごいいいエピソードがあってまだまだあるんだけど、まだ うん、あの、やめちゃった衣装さんがいるんだけど、うん、その衣装さんにわざわざインスタで連絡を取って、うん、おはようございます、お疲れ様です、今まで本当にありがとうございましたみたいなのもめっちゃ長めの文を送ったので、うんうんうん、それがちゃんとおはようございます、お疲れ様ですからちゃんとね、もう、もうメンバーだけじゃなく、ね、本当に関わってる全てのみんなに、そうそうそう、みんなに丁寧な挨拶から始まるなと思って、うんうんうん、ね、ほんとね、礼儀正しそう、礼儀正しいなと思って、うん、確かにあの子ちゃんとしてます、うん、ちゃんとしてる、うん、え、部活の影響とかなのかな、何やってたんだろう、なんか家族とかもありそう、あー確かに、うん、ね、私なんかちょっとなんとなく貸したものがあって、うんうん、そのお返しに、うんうん、なんかお菓子とかお菓子とお手紙も一緒に、お手紙も、うん、こういうことさすがに私にはもうあのもうあれなんですけど、まあ、同期だもん、なんかえって思って、そんな軽い気持ちで、でもそれがもし先輩だったら、うん、おはようございます、じゃあ使えてそうだよね、そうだと思います、すごいな、え、家族なんかのそれはさすがにやっぱり、うん、なんかそういうなんかね、運を変えそうみたいな、うん、多分リネタン家の教訓みたいなのがあるのかもしれません、うんしかも自分のものも人にいっぱい貸すんです、え、確かに全然貸してる、いいよみたいな言ってるイメージある、うん、もう全然使ってみたいな言ってるイメージある、うん、こやんすごいよ、ね、すごいな、与えるのは、うん、変な話いいですね、いいね、個性豊かで、本当にそう、 ST のメンバーみんな個性豊かだ、うん、うんうん、みんな絶対にそういうのだよあるあるある、うん、フィネタについて語り合いたいですね、みんなで語り合いたい、ミネタン伝説について、ね、いっぱい出てきそう、絶対楽しいよね、うんうん、公演前に超えてるとしてるそう、お祈りしてる、お祈り、そうそう、あとなんかいくら自分に関係ないことでも、うん、全部に入って、はい、はい、返事忘れないみたいなのある、そう、え、本当にすごいね、うん、いや、そう、本当に思う、なんか、うん、常にはいとか言えないじゃん、人間、そうそうそう人間、なんかそんな全部にはい、うん、はい、はいみたいな感じで言えないじゃん、そう、そうができるんだ、なんかレッスン中とかにダンスの先生が上手側のメンバーに言ったことも、うん、なんかリネタが下手にいたとしても、うん、なんかはいって言うからみんながえ違うよって言ってもなんかいやでも先生が言ったことは全部にはいって言った方がいいって初期の子に言われたからってずっとそれ守ってる、え、でも、うん、全部にって言うと自分に
言われたことも全部返そうなんじゃないかと思っちゃうんだけど、どうかな。そう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 、もう全部全部もう、もう全部な、全部すごいよもう全部理解、全部だ、うん、理解してる全部のポジションももう全部買ってくれないそうそう、上手側のことも把握ね、うん、面白い、うん、でも確かにコンサートもレッスンとかしてる時は、うん、はい、はい、うん、言ってるね、言ってる、うん、ずっと全部に言ってる、うん、プリネさん最近ツイートしてるか、最近ツイートしてるか、ねむねむにゃんこちゃん、ねむねむにゃんこ、ねむねむにゃんこにゃけにゃわ、え、でもびっくりしましたか最初、最初びっくりした、なんか毎日のようにねむねむにゃんこじゃけどねむねむにゃわが流れてくると、おそうですよね、それびっくりしました、2期は見せてたの、うん、もうキャラクターはしてたから、あ、なんか、あ、そういう感じの始めるんだねみたいな、もう全然もうイネタンは、うん、自由にみたいな、なんかツイートは自由、自由にみたいな感じだった、面白いな、うん、そうなんですよ、確かに最近ツイートしてないって聞いた、え、あ、え、いいにゃわーって、嘘、みんなはもう、みんな、なくなっちゃったの、まあ、リータもこう、あるのかもしれない、うんうん、いっぱいを、うん、みんなに聞きたいときたそういうことか、あらららら、ら、そうやったよな、うん、いや、ねむねむにゃんこ来てるぞ、時間がバラバラまだ来てる、あ、それやっぱり続けてんの、みんなに気が入ったかね、うん、ちょっとずつ違いますもんね、ね、でも確かに同期としてはもう分かってるからいいけど、うん、先輩からしたら後輩びっくりしますよね、急にびっくりする、急に、うん、みんにゃん、ねむねむにゃんこそういうツイートするメンバーがいなかったんだよ、ね、あー、確かにね、今までとか、うん、おおみたいな感じはあったのかな、確かにそう、面白いな、うん、ね、好きだからそういう日は、うん、好きだった、好き、おもろい後輩ちゃんね、ツイッター始めればね、みんなはツイッターじゃないわ、ツイッターじゃなかったそうだまだ無理なんやね、まだ無理だ、まだ無理、まだ無理なんや、ツイッターでいいよ、みんなだいいかな、ツイッターだもん、いいかな、今までずっとツイッターで通じるでしょ、通じるって人出てきてないでしょ、もうえ、でも、オキさんはもう、え、ずっと X って言ってくれるってこと、もう X はもう変わってる、 X はね、もう順応してて、X、すごい、もう無理じゃないね、ツイッターってめっちゃもん喋ってた、ね、うん、あ、ツイートしなきゃ、そう、ツイートしなきゃ、うん、あ、リツイートしとこうと、うん、リツイート、リツイート、ツイート言っちゃうよね、普通に、でもね、適応していくんだよな、人ってね、だから分かんないわ、いつか X って言うようになるのかな、いつかは、いつかは、まだ全然ツイッターでごめん、そう、人は慣れていくからな、うん、ね、でも青い鳥がいいなってまさかの青い鳥に、青い鳥か、黒い鳥に、あ、黒くなったのか、なっちゃった、
何何いやちょっとコメントが面白くない、うん、いやいや、そうそうだけね、難しいな、うん、難しいな、なんとなく言っちゃってあってなっちゃう、なんか自分で気づけんわ、ひんたがさあやに言われるのに気づけんわと思う、そう、そうなんです、ちょっと順応してるかもしれない、あってなっちゃう、起きちゃうな、すりごむ、そう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 、起きちゃうね、誰か使ってたらさ、うん、なんかあって思い出せん、なんかうんうんうん、なんかいろんなこと、いろんなこと、うん、ね、誰かにそれ言ってたら、あ、これそうだみたいな、ね、そうなんですよね、フフフフ、顔撮ってほしいよね見ちゃうけど、うん、すごいいろんな方が集まってる、ジロ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 、まさかひなさんとこんな同じ部屋になる日が来るなんて、ねえ、びっくりだよ、びっくりびっくり、ねえ、ほんとに、うん、でも今日もそう、ミヒントだと思ったの、うんうんうん、あ、ちょっとごめんそうだからさ、うん、え、本当にそうやと思って、ね、ですよね、うん、本当にそうって、まあ、ちゃんとリーダーしなみたいなね、うん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 、するのがあるから、うん、あ、そっかと思って、でも忘れてたのにキーと思ってそうそうなんですよ、本当にってなんかにサーヤの名前が呼ばれた時は、うん、びっくりしたね、ミーヒンって呼び方がレアですね、え、そうなのかな、うん、ミーヒンって言う、なんかなんか、なんか最初になんかミーヒンって言うんだったら、うん、ミーヒンが、うん、なんかミーヒンって言われるの好きみたいな感じができたんだよねなんかすごいな、なんてめちゃくちゃ面白い、そう、だから昨日最初はみーちゃんだったの、うん、本当に、あ、ほん、最初はねみーちゃんみたいな感じだったんだけど、うん、あ、なんか好きって言われちゃったらなんかねやめられないというか、あ、なるほどと思ってそこからなんかずっとみーひんだね、待って、面白い、なんか一番あだ名、うん、なんかみーひんもいろんなあだ名、うん、いろんな感じで呼ばれるみたいなメンバーに、うん、それで言ってて、うん、ミーヒンって言われるのが一番好きって、ちょっと、ひなさんの真似がちょっとちょっとなんかちょっとなんかあれだな、みーちゃん、みなみーとか、うん、なんかそういう風に言ってて、でもミーヒンって呼ばれるのが一番好きって言ってたんだって、真似がちょっとそう、真似が、うん、なんか想像できちゃうんだよな。言い方が、あざといから、うん、いい品は、うん、確かにな。想像できるっしょ。うん、へえ。でもみ、そんなみひんはひなの呼び方はいつまでも定まってないんだよね。たまにひなちゃんって呼ばれて、え、ってなる。距離感急に遠いね。ひなちゃん。
って思ったの、なんかみんなが多分ひなちゃんって言ってるのに連れてひなちゃんみたいな距離感急に遠いみたいな日あるよ。そう、うん、ピオピオチチッチチッチそうおピオピオみたいな、おピオピオすごい、確かにすごいな。いや本当にね、すごいな、うん、そう、昨日それがあるから一生ギン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 それもあり、そう、なんかメンバー変わった呼び名で呼んだりしてないでさ、え、でも結構私呼びやすい名前が好きで、うんうんうん、だからあやパンのことをパンちゃん、うん、え、確かにって呼んだりとか、昨日もパンちゃんって呼びたいんだよね。めっちゃ可愛くないパンちゃんって呼び方、呼んでくれたら絶対嬉しいと思います。え、本当に、うん、パンちゃんって呼ぼう、うん、パンちゃん、あやパンでも可愛いんだけど、うん、なんかパンちゃんって感じ、可愛い、いいですよね、なんか可愛いんですよ、めっちゃ可愛い、しかもなんかパンちゃんって感じ、うん、そうそうそう、確かに、そう、パンちゃん最近あの気に入ってますか、うん、それをめっちゃ気に入ってます。そうなんだ、じゃあ呼んでいいや、嬉しいと思います。もう公式としても乗ってるんで、え、そうなの、もうパンちゃん公式なんですよ。マジか、あやパンだと思ってたあやパン、パンちゃん、あ、どっちもだよ、うんうん、そうなんですよ、嬉しい、うん、かわいい、いいね、もう台本とかでもパンちゃんって書かれることも増えてきてそういうのつけたの、そう、私がつけたんですよ、それは運動や可愛いです、謎のドヤ。あとパセリのことを、うん、パちゃん、あ、言ってる似てるんやけどそこはどうなんですか、パンちゃんパちゃん、どうなんだから最初ちょっと抗議が起きて、あ、起きますね、なんか似すぎててなんかどっちも振り向くみたいな、そう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 、でも意外とね、うん、大丈夫でした、あ、慣れたらやっぱり分けができるなと、パンちゃんとパちゃんが、うん、ちょっとね、パちゃんも結構ね、あの、ひなちゃんはね、増えてきた、ひなちゃんはね、ひなちゃんひなちゃんひなね、ひな、ひな、うん、パセリのことはね、うん、パシって呼んでます、あ、パ、そう、パシェも強いんですよ、パシェ良くないですか、パシェ、パシェ、パシェ強いんですよ、可愛くないですか、パシェにはちょっと勝てんかもしれん、パちゃんが、うん、パちゃんはちょっとパシェ、パシェ大人気、ね、パフェって呼んでもバレなさい、パパフェ、パフェ、確かに、え、でもパシェ、あ、パフェ、あ、ちょ、あ、でもちょっとな、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 一瞬、ん？どうなる、本人は気に入ってないの、え、パシを気に入ってないの、説、説、あー、ね、そうなのかな、可愛いけどな、パシ、うん、パシ、うーん、クシュミがあって、まあ、本当の名前はセリカですもんね、あ、確かにな、うん、本当の名前っておかしいけど、もう全然なくなっちゃってるみたいな状態は嫌ってことか、うん、そうだったな、パンちゃんも全部ない全部なし自分の名前全部なし確かにすぎる、確かにすぎるな、うん、そうですよね、そう、ひなはたまに、うん、なそみたいな感じするけど、そっか、そうなったら全部ないそうなりますよね、そう、おもちゃで今、うん、そうそうそう、ピオナスオみたいな、ヒナナスオぐらいならいいんだけど、うん、ナスって言われると、うん、確かにピオも、まあ、ヒは入ってるのか、そう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 、ピオはギリギリ原型、ギリ原型ですね、まだ、うん、みたい、ヤンヤンはヤンヤンだな、そうなんですよ、私もそう
じゃんってなっちゃった。そうさあやんもやんやんってなっちゃった。もうやんでもやんやんでも全部全部振り向くようになりました。ね、確かにやんって呼んでる人もいるもんね。うん、でそしたらえってなっちゃう。ちょっと違う国ました。ちょっとね、そう前の人が聞いたらちょっとね、えってなる。やん。うん。でもそれ言ったらパセリの方が街中でパセリとか言ったらなんかちょっとあれなのかなって思ってパチャーになったんですよ。そこでそこでパチャーになった。ちょっと変えようと。街中は確かに、そうそう街中でね、そういうあだ名で呼ばれないで、すごい変わったあだ名っていうかね、最初戸惑いがあった。さあやんって言われたら街中で、うん、えってえ恥ずかしいってそうだよね、なってた。アイドル、ザ・アイドルのそのやつやんみたいなのだとさ、なんて言うんだろう、うん、まあパンみたいなやつ、うん、ザ・アイドルの、うん、その使うなんだ、うんうん、あだ名、うん、そうなんですよ。普段こう日常生活で多分呼んでる人少ない。そうそう、いないから、ね、なんかアイドル独特のこの呼び名は面白いです。うん、うん、うん、ね、やんやんとか絶対言われることなかったないね、なおないよ。確かにピヨとか、ね、ピヨナソとか、ね、絶対ないよ、うん。そう、さやかりのこと、私りんちゃんとか、あ、言ってるね、りんりんとか呼んでて。そうなんですか、本人は気に入って、うん、え、でも、うん、最初の方は全然気づいてくれなかったんですけど、うん、最近やっと、あ、最近結構、え、そうそう、ちょっと結構短めの、まだりんちゃんよりもまだ短めの感じ。そう、りんさん、りんさんちょっとリンっていう名前で、うん、多分いるじゃん。そうなんですよ。いるじゃん。そうなんですよ。すごくが現れたらね、うん、難しくなっちゃいそうで、ね、そうなんですよね、うん。それがあるんですよ。かといってでも他の呼び方が思いつかなくてまだ。難しいね。うん、確かに。なんか私はヤンヤンって言われたり、ヤン、うん、ちゃんって言われるから私はリンちゃんとか。あ、呼んでるけど、そうか、その下の2文字、そう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 、下の2文字で、うん、なるほど。でもりんちゃんって結構アイドルとか、うん、いますもんね、りんちゃん。メンバーにいないっちゅうね。今とこ STU にはもともとリンコはいて、あ、そっか、だからなんかそう、確かそこはちょっと混じりそうだね。そうそうそう、そこで混じってたけど、そうなんですよ。確かにユミリンとか、そっち確かにそっち行かない。そう思う方もいらっしゃいそうですね。まあ確かにね、リン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 、うん、うん、確かに難しい。まだだから定まってるけど定まってないかも。さやかりになんかこういうキャラみたいな名前がしたね、うん、花、花花とね、リンゴが好き。確かに、花、花り、花り、全然違う名前、ハナリン、ハナリン。確かに、でもお花、お花ちゃん、え、お花ちゃんかわいいんだけど待って、野菜かりでぴったりだし、お花ちゃんって感じじゃん。新しく生み出すか、お花ちゃんって呼び出すか。お花ちゃん、ケロ、ケロちゃん、ケロ、結構あの語尾にケロをつける、あー、そっか、そう、そうだ、カエルだみたいな、うん、
むずいね。むずいな。ケロリン。ケロリン。街中で呼べるかな。本当だね。基準そこって感じだけど。大丈夫、聞いてないんだろ。そっか。大丈夫。そっか。そうなんだよな。そう、りんちゃん言いやすいんだよな。やばい、もう時間が。あ、やばい。誕生読んでいきますか。じゃあ、ランキングを。47分です。あららら。何年なの。誕生さん読んでいこうかな。誕生さん。でもでもにゃんこの時間ですね、確かに。やりやんかな、どうぞ。お、13位くん読んでますか。お、13位から一緒に読む。読みましょう。やっきー、どうぞどうぞ。じゃあ13位から、だゆうさん。実際は、海？海さん。はてな、海さんかもしれない。あ、そういうことか。海さん。パチ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 。12位がロックオンさん。12位がヒロさん。パチ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 。11位がみつるんさん。11位が、あっきー、桃獲得おめでとうさん。あ、ありがとうございます。今日桃ゲットしました。みちゅがね、みちゅがゲットしてくれたんだけど。パチパチパチ。10位が犬ちゃん。10位が瀬戸京太郎さん。パチ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 。これからおぴょぴょ呼びにしてもいい？ん、ダメ。ちょー。9位がフジポンさん。9位がステラさん。パチ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 。8位がモッチーちゃん。8位がユージンさん。パチ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 。7位がコッペさん。7位がハナちゃん、大好きなソン。おー、パチパチ。6位がオーサムさん。6位が横綱さん。パチ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 。5位がホタテサマー。シンゴさん。4位がマイセンさん。4位がザッキーさん。マソヤン感情、おつぴよ。あ、感情。すごい。3位がセイヤンさん。3位がドリーさん。サマステに歌う番に3回楽しかった。そう、ヘッドヘッド感情。感情。あ、お疲れ様でした。そう。2位がイワちゃん。2位がスーさん、お疲れ様です、たくさんありがとう。こちらこそ、ありがとう。パチパチパチ。1位が釣りけんさん。1位がドロロロロロ。おおばちゃん、朝から夜までひなちゃん好きの1位最高。じゃあ、ありがとう。最高。ね、今日はもうずっと一緒にみんなといたなと思います。うん、すごい。こんな夜中まで。サインが一応てる。そう、私ひなさんのオーディションの頃の配信見てました。そんな前から見てるの。そうなんですよ。すごいね。一番ひな入ってからなんかこう、うん、来てくれたりしてたのかなと思ったら、オーディションオーディションの頃からチェック済みでしたか。私のことも。そうですよ。もうオーディションの時から今多分いるひなのファンよりも濃さ。うそ、ん、うそ、ん、そうだよ。あ、STU です。 STU の一期生さんの。みんな見てた。でも、まあ、ひなさんと、うん、あと千穂さん。え、そうなんだ。のこと見てて、でひなさんも、ね、アイス食べてました。よくアイス食べてたかも。多分そのアイス食べてるの見てた。ねえ、本当につまんない配信でごめん。いや癒されてました。嬉しい、うん、もう本当に最高さん。そう、みんなパイセンや、パイセンやめしろ。まさかの、まさかの、いやいやすぎ。そうですよ、覚えてる覚えてる覚えてる。嬉しいね。じゃあ、なんだ、なんだ、
微妙な時間だ。あ、52分なんだ。ちょっと微妙な時間になってしまいました。ちょっと微妙です。かわいい思い出すんで思ってます。いやちょっとどんな、ちょっと待って、え、ひなさんちょっと今までずっとな、え急に、え、ちょっとポップだったのに、ポップだったのに急にそうですね、じゃあひなさんお手本がいや、すごい師匠様ですよ、本当に。その逃げ道を知っているか。すごいからね。グループ行ってたからね。そんな、そんなにしよう。おかしいでしょ。今日もね、本当に、サマフェスじゃなくて。サマフェス。名前が。もう全部ちょっとね。うっかりひなさん。サマフェスと、朝の中継となんかトークの方もありがとうございました。STU のステージを見てね、ハマってくれた人もいるのかな今どうでしょうか。さすがにみんな寝たかもしれない、ね、こんなね、確かに ね、そんな方はね、ちょっとでも気になったまた来てくださいやじゃあポップだった、ポップだった、今日見て好きになりますって言っているよ、嬉しい、すごい、ありがとう、すごい、いっぱい会いに来てね、すごい、お師匠さんハマりました、ちょっと初見の振りをするなえもうハマっとるやろうがお師匠様、うん、すぐ寝ると寝ましょうかね、寝ましょう、ひなさんにちょっと釣り方を教えてもらいながらそうしましょうか、ね、眠りにつこうと思いますよ、そう、詳しい伝授法、おおいいんですか、メンバー限定、ちょ、ね、ちゃんとそこはメンバー限定で、そっか、そっかそっか、今日ボロボロで可愛かったって言うな、うん、ボロボロ言うな、MC のね、曲紹介やってみじゃ、一回ポップだな、大人の時間、そういうことじゃないよ、うん、ポップなさ、お、明日も二人を見に行きます、よろしく、そうだね、明日も、うん、会える人は会いましょう、待ってます、うんうん、楽しいな、ありがとう、ありがとう、あ、タワーのお礼、あの、お家に帰ったらします、お家にね、行かれるといいね、うん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 、実は、夏ポーズタムとお付き合いに、なぬなぬ今日まつげ全然上がらなかったから、多分湿気かな、湿気か何か全然上がらなかったから、すごい正解だと思います、いや本当に、マツパなんかもうこのサマステ、まあなんかもうびしょびしょになるだろうなってなんか思ってて、うん、もうなんかね、うんうん、思わなかった、なんか、うん、予想はできてたじゃん、ちょっと、うんうんうん、なるんだろうなと思って気合のマツパを言ってきました、イエーイ、そうだからね、身近を強く感じるんだと思います、そうだ、個人のファンクラブのイベントの申し込みも今日までですね、
ちょっと待って。皆さんお先にお風呂どうぞ。え、優しいんだけど。一緒に入ってくるじゃん。ちょっと待って。じゃあそんなそんな。うん。あ、ちょっと今言われてハッとなったんですけど。え、ゴスロリ特集で一緒だったのかって言われて、あ、そうだ。一緒にやったーと思って今。そうだそうだ。そうだったそうだった。懐かしいな。え、いつだあれ？去年ですか？もう去年か。今年？今年？今年？去年？去年な気がする。去年な気がするな。ですよね、去年だってね。うん。すごいな、もう時空が分かんないな。いや本当にさ、アイドルカスがやっとるとさ、そのイベントなんか最近の気がするけど、でももう、そんな前みたいなとこやっちゃうね、いや本当に昨日のように思い出せるな、いろんなことが。本当よ。もう1分となりました。おお。ではでは皆さん、本日も本当にありがとうございました。感謝申し上げます。アイドルヒールス、そういうアイドルハイルス。昼に、昼か朝か、昼に配信するかも。昨日寝起き、寝起き入りかもしれません。すいません。そうです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スピーっていうのがそうです。また決まったら言います。多分ね、多分ね。バーイ。